が縦伊藤翔へ、あーいいとこ出ましたね。ルーカス・ペタです、まだある、さあ行きた伊藤翔シュート打った、ルーカス・ペタの見事なゴール、先制ガスマントラーズ、前半11分過ぎ。伊藤翔は今シーズン公式戦出場6試合でなんと6得点です。ソーザキーパー取れない、待望の先制点がフリーキック、ソーザの右足、バットで左足流れた、当たる瞬間だけを意識したシュート、見事ですね。